こんにちは、わきしんごのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。今日は岡山の魅力をちょっと和気君と語っていきたいなと。語りたいです。これでも多分一晩かかっちゃうんですよ。そうだね、結構意外とね。だって岡山って言ったらいいとこしかないですもん。ハードル上げるな岡山って言ったらね、やっぱ一番はやっぱり晴れの国っていう。そう岡山のアピール、パッと思いつくのはもう今が旬ですけど、やっぱりフルーツ。フルーツも激うまっす。桃とマスカット、ビオーネ。もう激うまです。多分生産量でいうと山梨とかの方が断然あるんですけど、もうね、質が違うね。質全然違うから。清水白桃。清水白桃で、これさ、和気君はね、いろんなところ送ってもらうけど、うちもね、実家で作ってる。あ、そうなんですか。送られてきたことないけど。いやいや、端っこの方やから作ってんだよ。いやー、ほらだよ。それ来たらみんなにあげるわけよ。そしたらものすごく感動されるもんね。ですよ。甘いわー言うんで。そうだから本当にフルーツが甘いね。和気君も試合前は結構岡山のフルーツを食べて。そうですそうですね。結構送ってくれるんだよね。それこそこの7月とか8月とかに試合が結構多いんで、いつもなんで試合前とかはもうやっぱ旬だから。そうだね。例えば2月に試合ありますで、桃なんて送ってこれない。それは無理だよね。だから今だからこそのこの桃とかマスカット、ピオーネ、めちゃくちゃ嬉しくて待ってますまたいっぱいになるぞ、お前そんなこと言ったらあんまりこの YouTube 誰も見てないと思う。見てるわ。あとはどうだろう。じゃあ食べ物でいうと結構最近 B 級グルメ、エビ飯。エビ飯ね。真っ黒のあれってエビ飯屋がやってるエビ飯なんですよ。あれは岡山のというよりかは、エビ飯屋っていうエビ飯屋さんが岡山なんですよ。で、そこの看板メニューとしてエビ飯っていうのがあって、多分知らない人多いと思うんですけど、真っ黒なんですよ。そうそう、俺は知ってるよ。真っ黒の画像出ますけど、あれチャーハンっていうんですか、何なんですか。俺もチャーハンだね。チャーハン的なもの。チャーハンもうとにかく真っ黒で、俺一回なんかで見たんですけど、東京にもエビ飯屋さんがあったらしいんですよ。でもすぐ潰れたらしい。いやだからあれ岡山のエビ飯を持ってきたんだよね。そう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 だね。そうそう、俺行った渋谷行った。マジっすか。潰れてた。もう今潰れてた。数年前に行って、数年前に行ったら潰れてた。そのエビ飯を食べたいんだったら岡山に行くしかない。そのエビ飯屋っていうお店があります。めちゃくちゃ美味しいから、エビ飯屋っていうお店があります。そうね。あとはデミカツ。デミカツそれも食いましたよ、俺。これも岡山の B 級グルメ一緒に言うてみるよね。でもデミグラスソースなのかな。デミグラスソース、濃いソースがついたカツ丼なんですよ。普通は卵で閉じちゃうようなあれだけど、これも有名だしめっちゃ美味しい。あとは B1 グランプリで2位になったホルモンうどん。これ津山の。俺ね、津山に食いに行きました。わざわざ行ったの。行ったよ。まあまあ津山遠いんですよ。岡山市出身なんですけど、美味しいっすよ。めちゃ美味しいっす。あとは柿岡。柿おこです。柿おこって西岡みたいになってしまうね。柿おこ。柿おこごめん、柿だね。柿は名物だもんね、瀬戸内海の柿は。多分でも一般的にはもう柿イコール広島だと思うんですけど、違うんですよ。柿イコール岡山。柿ってやっぱり岡山の柿が一番美味しいんですよ。で、その岡山の日生っていう場所とか寄島っていう場所で、その牡蠣を生産しているところがあるんですけど、僕はいつも寄島の牡蠣屋さんからちょっと牡蠣をいただいてるんで、寄島の牡蠣は日本一美味しいとちょっと自信持って言わせていただけるんですけど。だから牡蠣おこってないやろ。牡蠣おこはない。牡蠣おこってだから、その僕いつも日生に牡蠣おこを食べに行くんですけど、お好み焼きに牡蠣が乗ってるんですよ。ああ、かきお好み焼き。そうです。ああ、それでかきおこ。略してかきおこなんですけど、これまたうまいっす。海の何だっけ、海の牛乳。違ったか、ミルク。海のミルク。一緒やね。牛乳とミルク。一緒やね。そう、食べ物美味しいと。じゃもう食べ物ばっかりじゃ面白くない。俺ね、まだまだ。ちょっと待って、もう一個。ママカリ。ママカリって瀬戸内海で取れる小魚なんですけど、これの名前の由来がまた面白くて、普通ね、小魚だから別にママカリっていう名前でちょっと変だと思うんですけど、パパ借りでもええな。パパそのママじゃない。そのママじゃない。お母さんのママで。なんだよなんだよ。このママ借りっていう由来があって名前の。それってママってマンマ。マンママンマっていうな。ご飯ね。白米とかね。猫マンマ。猫マンマ。マンマを借りる。ママ借りから。ママ借りを食べてご飯を食べるでしょ。家のご飯がなくなるんですよ。で、隣の家に「すいません!」って「まんま貸してください!」っつってで、借りて また小魚食うんですよから名前がママ借りだったんですっていう名前の由来が。みんな調べてみてください。ほんま俺は嘘やと思う。でもママ借りは確かに有名。岡山有名ですよね。酢漬けですね。酢漬け。そう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 慣れるね。慣れるね。俺ちょっと頑固体質やね。じゃあちょっと待って、観光大使はご飯だけじゃあかんねんって。デートスポットにしようか。デートスポットか。ああ、千堀公園なくなってきたな。もうねいろんなんできないけどね、なくなるんですよ岡山は。まあ今で言うともうなんかイオンとかでしょ。ああそうあるやん。あそこに橋が見えるところにやっぱりね、有名なやっぱりねアミューズメントスペース。岡山県人は誰しもが 100% 一生に1回は行ってる遊園地、鷲羽山ハイランド。そうこれはね、これは多分岡山県民は 100% もう多分行くね。言い切っていいです。 99.9 とかじゃないです。 100% 岡山県民は絶対に行く遊園地は鷲羽山ハイランドね。チューピーチューピーね。チューピーね。あとブラジル人がね、サンバを踊ってくれるんですよね。あと最近はさ、その鷲羽山ハイランドも結構絶叫マシン、今流行りの絶叫マシンがすごいって今有名になってるのよ。あ、有名になってる。有名になってるのよ。あんな俺あったかなと思って。え、俺が記憶にあるのはまあガタガタのジェットコースターとあとは絶叫やな。超ガタガタのなんか自転車漕ぐやつ。2人で漕いで高いところ行くスカイサイクル的な。スカイサイクル反対向いて乗るスタンディングコースター。バックなんじゃ。バックなんじゃ。そうそうそう。だって岡山にいる時に CM あるでしょ。 CM バックなんじゃ。岡山の方言ってなんじゃなんかじゃなんじゃっていうのにかけてバックなんじゃっていう。あとはやっぱりあれじゃない？後楽園。後楽園まあ遊ぶところっていうか自分も。正直18まで岡山住んでましたけど、1回も行ったことまあなんかのあれでイベントで行ったことあるけど、ちゃんと行きたいと思って自分から行ったことはなかったんですよ。でもうこの5、6年前ぐらいに改めてちょっと後楽園ってすげえいいなんか庭が岡山にあるじゃんって気づいて行ったんですよ。めちゃくちゃ良かった。良かった。もうね雰囲気。あ、そうそうそう。だから後楽園はこれは言うとかないけど、日本三名園のうちの一つなんです。三大庭園。三大庭園です。日本三大庭園です。日本三大庭園の一つ。一個が水戸の偕楽園、とあとは金沢の兼六園、あとは岐阜の金津園。それソープ街ですすいません、これはカットでお願いします。知らんって言っといてよかった。あーとか4代目やったと思ったら、それはすいません、僕ちょっと間違えました。ちょっと懐かしいなと思って僕もちょっと思いついてしまった。いやね、後楽園ってやっぱ雰囲気なんですよ。雰囲気いいよね。何かあるわけではないんですよ。もうああいうこの昔ながらの庭を。和気君は結構そういうね、座禅みたいなのを瞑想もちょっと好きや。そういうのをやるときにはあそこは結構自然のね。しかも岡山駅のすぐそこだからね。そうなんですよ。意外に近い。すぐ行けるから。これはねぜひ行ってもらいたいなという感じですね。ちんちん電車乗ってね。ちんちん電車ね。岡山駅前からちん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 。まあ路面電車です。路面電車。あとはちょっとこう西の方に行って倉敷美観地区。ああね。やっぱ美観地区。それも白壁と。白壁です。白壁か。白壁って。白壁と。白壁岩。そう、それで倉敷川かな、なんかいう、そこに。川までは知らんけど。川の中にこう、ささぶれみたいな、やつをこうやってね。やっていくっていう、そう、風情のあるのが倉敷美観地区。そう、美観地区は、もうやっぱりここ数年。よく言ってますけど、もうああいう雰囲気いいところ好きなんですよ。ちょっと上の方に目を向けると温泉だとかね、だから湯原温泉、湯の郷温泉とかね、奥津温泉とか、温泉もいいですよね。温泉もいい。そうもうちょっとこう奥の方行くとこう蒜山、ジャージー牛ね、これはもう日本全国的にものすごいブランドになってる。だって東京でもよく見ますよ。見るよ、ジャージー牛のプリンとか、アイスもあるし。あれも岡山ですか。あれも岡山。ちょっとテンション上がるんですよ。程よい田舎。あ、そうだね。田舎は田舎です。認めるけど、でもなんかバカにするような田舎ではないと俺は思います。そうだね。程よいいい感じな田舎ですね。キャバクラもたくさんあるし。キャバクラ。それは俺知らん。まあ今度夜の観光大使、次回は岡山の良さを伝えてもらったらいいなと。友達にコビ売って友達のキャバクラ紹介します。そうですね。ジーンズストリート。ああ、小島のね。ジーンズといえば岡山ですよ。小島ですよ。学生服とか。学生服とか。ベンクーガーといえば岡山やし。そう。本当岡山いろいろあるね。いろいろある。まあまあ今回はまあ観光大使と。いうことで、まあ主要なところをちょっと本当ね、これ俺本当に観光大使だったらめっちゃ普通に言ってもいいんですけど、観光大使でもねえのになんか俺自称岡山の観光大使ってやつは超痛いやつだし、めっちゃ俺自身が恥ずかしいからやめて。一応サムネイルにでかく書いてください。やだ。自称岡山の観光大使馬毛慎吾が語るおすすめする岡山のスポット魅力。まあでもせっかくだからね、馬毛君も岡山人もたくさん応援してくれてるからね、岡山のことも僕らも応援していけたらいいなということで、じゃあ岡山まあぜひちょっと遊びに行ってもらいたいな。そうだね。何にもないけどね。程よい田舎ってカットで程よい田舎って俺が散々ないけどまあ言ってほしいね。散々言ってんの。そうだからそこで程よい田舎なんですって言ってんのに何もないってバッサリ。だけど何もなかった言われたらね。そういう時は程よくキャバクラありますから大丈夫です。そういう時はもうないやろ。自分で見つけるもんだ、そういうもんは。そういうことで終わりにしたいと思います。はい、馬毛君最後締めてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。まあこれが岡山の魅力。もっともっといっぱい話せばあるんですけど、ぜひちょっと岡山調べて行ってみてください。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。今日もナイスビジョン。